行動学入門は、三島幸男の評論、追筆行動よりも、弁説ばかり横行していた戦後社会の現象や、風潮に対するアンチテーゼとして、あえて行動の美や行動の意味について支弁した書である。三島がその後の自らの行動を前に、ありうべき行動の姿を模索し、その困難さや施策を巡らしている。1969年、雑誌。 ポケットパンチ王、9月号から1970年8月号まで連載され、同年10月15日に文芸春秋より単行本刊行された。同書には、第2編の評論、随筆が収録されている。文庫版は、文春文庫で刊行されている。行動学入門は、若き侍のための精神講話に続いて、若い男性向けに発表したエッセイだが、当時は、 戦後の高度経済成長がピークに達していた時代で、青少年の過保護化現象や女性化現象がジャーナリズムの話題となり、男性の内面のみならず、外見もナンパが増えて、男らしさがなくなっていく風潮や風俗が若者たちの間に極端に広まっていた。ちょうどその時期、アランドロン主演の映画、侍が冬着られ、その映画を三等が賞賛していたことから、 日本の軟弱化現象を打破しようと、出版社が三島へ、エッセイの依頼をしたという。なお、行動学入門は、口述筆記だが、この仕事を担当した平凡出版のお好み、一郎によると、一回分は時数にすると原稿用紙9枚、分予定で、三島は、約20分で一回の口述を終わらせると、口述を原稿に起こした後でもほとんど、開口することもなく、 一回で九枚ぴったりの字数文を語ったという。三島は観光本の際の後書きで行動学入門とを、針の美学、革命哲学としての陽明学の三つの随筆の共通点を何かによってしか証明されないものを別の不適当な方法、すなわち言語手段によって証明しようとしたものとし、よってそれは初めから不可能な模索だったと説明し、 以下のようにも語っている。この本は私の著者の中でも軽く書かれたものに属する。いはゆるえ評論ではない。しかしこういう軽い形で自分の考えを語って人は案外本音に達していることが多いものだ。注意深い読者はこれらの中に私自身の体験や吐息や胸中の文々の情や告白や予言を聞いてくれるであろう。いつかまた時を経て あいつはあんな形で、こういうことを言いたかったんだなという、暗要さとつてくれるかもしれない。三島由紀夫、後書き、行動とは何か、軍事行動、行動の心理、行動のパターン、行動の効果、行動と待機、行動の計画、行動の美、行動と、集団、行動と、法律、行動と間合い、行動の集結の12項目に分かれ、様々な側面から、 行動の難しさ、美しさ、人間の生と死、行動を言葉で語る虚しさなどについて語られている。例えば、行動と大気の章では以下のようなことが語られている。大気は行動における気というものと深くつながっている。気とは煮詰まることであり、最高の有効性を発揮することであり、そこにこそ本当の姿が形を表す。賭けとは、 全身全霊の行為であるが、百万円持っていた人間が百万円を賭け切るときにしか賭けの進化は現れない。なし崩しに賭けていつたのでは賭けではない。その全身を賭けに賭けた瞬間のためには気が熟し、行動と意志とが最高度にまで煮詰められなければならない。そこまで行くと行動とは、ほとんど忍耐の別語である。三島幸夫、行動学入門。 行動学入門は、三島の評論、随筆の中では、雑誌読者向けに書かれた軽めのものであるが、その中で、ようやく的に語られている、行動の虚しさと、行動の難しさの考えは、その後に起こる三島事件への、決定的な予言の役割を果たしていると虫やけ、アリョムは、三島の後書きの言葉に着目しつつ解説し、三島が、 初期作品以来からの小説で主題にしてきたものを、より複雑な人生体験と苦りと絶望に裏打ちさせながら、いかにして自分は行動に立ったかということが吐露されていると考察している。この随筆の中で3等は、行動の目的が最大の効果を得て、最高の有効性を発揮する時まで待機。 忍耐し、全身全霊をかけて、最後の瞬間に行動と意志が最高度にならなければ、ならないとし、行為者の充実感と有効性との合致に、理想の純粋行動を希求しているが、その有効性の性質には、個人だけでない集団や、全体、世論が絡んでくる問題をはらみ、もしも合法的な行動だけしか全任されないとすると、現代社会では、 行動は単に冒険やスポーツの世界にしかなくなり、それにより、純粋行動が侵食され、真の意味での行動ではなくなるというジレンマも同時に示し、純粋行動の性質に犯罪性が帯びてくることを語っている。そのため、高橋博士はこの随筆を、ありうべき行動の姿を語ろうとして、同時にその不可能性をも語ることとなった文章だと解説している。 ありがとうございます。